皆さんこんにちは2020年社会保険労務士中上級講座労働基準法の第一回目です担当はレクセン,ン講師のかばしまですよろしくお願い致しますはいそれではいよいよ始まりました中上級講座ですまあ労働基準法からねスタートをしていきます ええー、まあのインプットそして、えー、まああのアウトプットですね確認テストそして予想トレンドええー、いうふうな感じでインプットアウトプット科目ごとに、えー、これを繰り返していき、えー、力をこう調整調整していくと、えー、いうことですはいまあそういう,うまあ講座ねはい、まあのしっかりインプットアウトプットうまくこう繋ぜていくことでまああの偏りすぎない方がいいと思いますねはいあのー、まあ特になんて言うんでしょうね、えー、やっぱりあの知識、えー、というのはこう 一旦ね定着しているように見えてもやっぱりどうしても時間のブランクが、えー、あるとですね、えー、またちょっとこう忘れてしまったりとおいうことがあります。例えばのアウトプット中心、過去問中心、過去問だけ、えー、やってるとですね、逆にあの過去問以外が解けなくなってきちゃったり、えー、ということになりかねないので、やっぱりインプットもお入れながらでインプットだけっていうのもまたねバランスが非常に悪い、えー、ということで、まあ、一応あのそのあの授業インプットの後にアウトプットを確認テストね、えー、そしてあの 予想答練とありますけれどもそれを待たずにですね当然あの一問一答の過去問ブックが皆さんのご自宅に届いていると思いますのでそれを使いながらあしっかりとタイムリーに復習をしていくと。 今日授業ここまでやったから、そこのおに該当するう問題を一問一答、過去問ブックで、えー、解きながらで、またテキストに戻ってみたいなね、もう常にアウトプットとインプットをうまいバランスでやっていきましょう。はい、えー、それではあ早速始めてまいります。えー、労働基準法おです。はい,い、行きましょう。えー、まあ、目次がありまして、はい、えー、そしてその後ですね、社労志試験出題一覧表のページがあると思います、左側ね。 ええ、右側に、の、学び方と書いてあるページのところです。はい。さあ、あもう。令和元年のですね、えー。表記がされていますね。はい。あの、まあ、これ実は、まあ、これあんまり言っていいのかな。あの、今、私がこう収録をしているのは。えー、実際の、あの。 だから非常に私もあの試験の何て言うんでしょう、ね、記憶は色濃く残っているという、まあ、そういう意味ではちょっと臨場感のある、まあ、タイミングかなというふうに思いますけれどもただねまだ。 2日なんですよね、はいえー、試験の翌々日ということで実は私もですねあの例えば、まあえー、選択肢も択、まあ、一の350種を全部ですね検証できているわけでもないんですね。はいえー、なので、まあ、ちょっとあの授業の中でですね、えー、今年のその試験の、えーまあ、今年のと言うべきなのか、えーまあ、前年度のと言うべきなんでしょうかね、はいえーまあ、令和元年度のお試験について、えー、あこんな問題でしたねってね、まあ、授業の中で言ったりもするでしょうし <laughs>、まあえー、あれ ここ出たのになスルーしてるぞ。みたいなところもあるかもしれませんけど、はいまあ、そういったところも楽しみながらえー、授業を聞いていただければというふうに思います。はい、さあ、それではあ、そうそう。それでえー、ね。この出題、一覧表直近の5年間のですね。まあ、出題状況をこの表に反映していますけど、はいえー。令和元年。 第51回そうですね選択式は開校期間中の賃金についての判例明け場のタクシー事件でしたねはいそしてまあこれはあの法令の条文のあの知識できたかばい制の保証給ということで労働に労働時間に応じた一定額のおねその賃金保証というようなまあ話でしたはい。 えー、そしてえ一はご覧の通り、特等1から問い7。あまでということですね。はい、あの統一は事例の問題でしたね。まあ、もうローキー問1がですね。結構そのなんでしょうね。事例問題だったり、個数問題だったり、えー、こうね。みんなをちょっと戸惑わせるという問題からスタートするというのはなんとなく、ちょっと定番になりつつあります。 はいえーまあ、要するに時間がかかるちょっとイライラさせるような問題をですね一番最初に持ってくると、まあ、そういう感じでしょうかね。はいえー、ということで、まあ、どうしてもちょっと難、うん ね、ちょっと太刀打ちできだそうかなと思ったらあまりあの深入りせずにもうとにかく次の問題次の問題と飛んでいってやっぱり取れる問題をしっかり短時間で拾っていくというのが非常に卓越では重要かという、まあ、それはやっぱり今年の試験も、まあ、令和元年度の51回の試験のねでも体現していたかなとそんな感じです。はい さて、まあ、ということで、まあまあ、まああのー、ご覧の通りということです。あの労働基準法はです、ね、選択式は空欄3つ分出題されますし、そして、択一に関しては、問一1から問七7ということで、10問フルではなくて、7問、労働基準法から出題されます。残る3問はこの後の科目、労働安全衛生法です。はいさああ 労働基準法とはどんなな法律なのかまあそういうような話が一番のところに書かれていますねはいい労働基準法というのは昭和22年に制定された法律だということです、えー、そしてその後ですね3行目から4行目に書いてありますけど、はい、賃金、労働時間その他の労働条件について最低の基準を定めているということはい労働基準法は労働条件の最低基準が定められた法律だということですね。はい えー、あと四角の二学び方の四角の二番はいということで第一章総則からですね、えー、まあどんな章立てになっているのかというのがここに書かれておりますはい、えー、まあ、そして私の授業ではですね、えー、まあこの テキストの中でじゃあ一番重要なのは第何章なのかという話もここを使ってですね、えー、お話を毎度しております。はい。一番重要なのが第四章です。労働基準法ね。はい。第四章労働時間、休憩、休日が書かれている章ですね。はい。まあこの第四章が一番重要ということになります。 えー、このね、まあ、の第4章では労働時間の大原則の話がまず書かれていて、まあ、の1週間40時間超えちゃダメとかね、えー、1日だと8時間超えちゃダメという,うまず大原則論があって、まあえー、そこにはちょっと特例の44時間特例規定というのがあったりみたいなね、えー、そしてその後変形労働時間制これ4つありますけどね、えー、あと裁量労働制、えー、自体は2つあって、まあ、それをその2つを含む、ね、その えー、いわゆるみなし労働時間制。 とい,うものがというものについてもこの第4章の中に登場すると、はい、あとは割増賃金ですねその後にありますけれども、はいまあ、割増賃金の前提として時間外労働の概念いわゆるあの33条とか36条とかですね、はい、そういったことも当然この第4章に書かれている非常に第4章はこのテキストの中でも非常にボリューミーな箇所でありなおかつ試験重要度も高い実務重要度ももちろん高いそういう話です。 えー、まあ、もちろん労働条件ってねあの労働時間とか休憩休日の話だけではありません、えー、第3章の賃金賃金だって、えー、ね労働条件でしょうとはい、えー、いやむしろ労働条件の中でも賃金が一番重要なのではまあ、そうなんですよはい、えー、でも第3章よりも第4章の方が重要です 3章、はいえー、については、ね、そのじゃあ賃金の最低基準がじゃあこの法律に書かれているのかといったらそうじゃないですもんね、えー、皆さん、これを聞いている皆さんはみんな知ってますね、ね最低賃金法という法律があるんですからということ、はい、つまり賃金の最低基準については、えー、この法律には書かれていないんですよね。 まあ、そういうのもあって、相対的に第4章の重要度が高いとそんな感じです。はいまあ、でも。でも第3章も試験でよく出てきますよね、えー、あの、それこそ令和元年度試験でも登場したところですよね。賃金支払い5。原則この辺はもう本当に毎年出題がされるところです。はい、えー、あとはですね。まあ、第5章の出題も多いでしょうかね。はい、第5章年次有給休,休暇。 はいえーまあ、このやはり3章4章5章あたりがまず中止になってくると、はい、第2章もまあよく出るか、はい、第2章第2章は労働契約ですね解雇に関する法規制が品質事項であるとそういうことですね。はいまあ、という、まあ、この2345がこのテキストの柱特に第4章をいかに攻略するかと。 はいえー、そんなところでしたでししたょうかね、はいまあ、の先にちょっと申し上げておくとですね、えー、令和元年度試験、えー、においてはねあの、まあ、労働基準法の改正というのが非常にインパクトが強かったわけなんですけども出題自体はですねそんなになされてなかったよね、えー、ということ、はいえー、そんなに、えー、今回の試験では出されていませんでしたということはやはり来年のです、ね、試験、えー、第52回試験、えー、での、ね、出題、えー、というのがまあ予想できるので、まあ、しっかり今から 注意をしておくとそういうところでしょうかはいさあそんな感じです、えー、まあこのページはいいかなあ、ちなみに三番三番にはですねこの法律このテキストを学習する上での学習上のアドバイスが書かれておりますはい労働基準法判例通達の出題も多いですねはい、えー、ということ判例については結論を暗記するのではなく法の趣旨をつかんだ上での理解が寛容だと書かれておりますはい えですね。まあ判例というのはまあ非常に読みづらいんですよね。はい。で前提としてその。 やっぱりまあ判例も単独で、えー、ポンと出てくるわけじゃなくて、まあ、ベースとして法律にはこう書いてあるけどもおどうなんだみたいなですね、えー、その解釈をめぐって争いがそもそも起こってたりするわけ、えー、ですので、はい、だからここで言う2行目法の趣旨をつかんだ上での理解が寛容だとその判例のお難しい文言をおただやみくもに暗記するとかっていう学習ではなくてベースにどんな条文が、えー、あったっけと、はい、でその条文自体はやっぱり頭に入れておかなきゃいけない。そういうい予備知識を 前提として、えー、そのまあちょっとこう一見読むのが難解な判例どうやっていくのかみたいなまあそういう話ですよねはい、えー、ということでまあ最高裁判例からの出題も多い、えー、それがまあ一つ労働基準法の特徴でもありますはいさてここはこれで終了では中身に入っていきましょうまあだいたい私はあの今の出題一覧表そして学び方のページから入っていきます さあ,あそれでは1ページ第1章総則から中身入っていきましょうまあこのテキストね全部で何ページぐらいあります ?260 ページ今日ありますかはい、えー、これをですね全4回で終わらせるということですから1回あたりですね70ページ弱ぐらいのペースで、まあ、60ページから70ページぐらいのペースでですね進んでいかないと終わりませんのではい、えー、今日もあの予定ではですね えー、65ページまでい、えー、くつもりですのではい、えー、そのつもりでだからここからスピーディーに進めてまいりたいと思いますいきましょう第1章総則本,、えー、本章です本では、えー、労働条件に関する基本原則や用語の定義に関する学習が中心だと用語というのはそうですね労働者、使用者、賃金はい、えー、これそれぞれですね第9条、10条、11条おに規定がなされています。はい えー、で今、なんでこの話をしたかということなんですけれども、さあ皆さん、9条、10条、11条だと今、私は言いました、はい、その次の12条って何が書かれているか知ってますか、はいえー、それ実はあの令和元年度の試験の空欄の A ですよね、はいえー、平均賃金なんです。 はいまあ、まあもちろんあの判例はこう文脈で見ていってもです、ね、平均賃金にたどり着くかなとは思うんですけどももう12条が平均賃金で知っていればもうおダイレクトに A は瞬時に答えが決まると。 まああの、えー、事案自体が過去ね取材もされてたのでまあそれでまあまあまあ,あ今せっかくだからいい例だということで今取り上げただけで私が言いたいのはあのーまあ、車両手試験で絡む法律が多いんですけどもただ労働基準法ぐらいはですね、えー、第何条が何を示すのかっていうのを知っておいた方がいいと思います。 はいまあ、今年の試験でも,もうまさにそうだし例えば過去の試験でも、えー、じゃあ労働基準法24条がね、はい、24条が、えー、賃金支払い5原則の話だって、えー、まず知ってるかどうかを前提としたです、ね、問題みたいなのもあったんですね昔ね、はいえー。ということ。あとそうです、ね、あの今回の51回令和元年度試験でもですねあの 91条が就業規則の中の減給、ね、制裁の制限の規定だということを知っていればもう答えが出てくるようなところもありましたね。 はい、だからしれっとねなんかそういう聞き方をしてるような気がするんですよね。はい、なので、まあ、全ての条文をいきなりあのおゼロから暗記するみたいなのはちょっとまあまああまり褒められたやり方じゃないんですけどもおでもまあ主要なところよくう見るう例えばほら36条おサブロ協定つまり時間外労働休日労働の規定だとか、まあ、その辺りはもう有名すぎる話ですよね。そういうところからあのなんでしょう,こう有名重要なところから中心に押さえていく。 えー、そんな感じでいいと思いますけどね、はい、なんか1条から全部暗記しなきゃいけないっていうね、まあ、そういうものではないと思います、102覚えるんじゃないながら、はいえー、ということなんで、まあ、別に0から暗記する必要はないんですけれども、はいまあ、ある程度、労働基準法は、その、えー、条文、第何条が何を示すのかっていうのも、ちょっとイメージしながら進んでいきましょうか。はいえー、そんな感じです まあそういう,うまあまあそんな感じじゃないよね。え第一章総則というのはもうそういう用語の定義なんかも書かれているようなところです。はい。さあじゃあ行きましょう。中身入ってまいります。えまずはあ第一節労働条件に関する基本原則です。 えー、まずスタートグレーで見かけされているところあのレック、ね、で初めて学習されるという方もいらっしゃると思いますので、まあ、まずあのテキストのこう構成構造というんですかね、はいえーまあ、まず例えば第一節でタイトルが見出しがあってそしてこの第一節ではどんなことを学習するのかとどんなことが書かれているのかっていうのがこのスタートグレーで見かけされたところに書かれております。まあ、最初なんで読んでで読きましょう 本節では労働者が商品ではなく心のある生きている人間であることを踏まえ人が会社に雇われて働く時のルールとなる労働条件というものがどうあるべきなのかどのように決定すべきものなのかを学習していきましょうと、はいまあ、このスタートのグレーでは見かけされたところにするに私たちが学ぶその方向性というかねそれが示されているということです。はい さて、えー、でその下四角一ということでまああのまず条文が明記されておりますはい、えー、まずスタートは労働基準法第一条一 こう二個そうですね A が書かれていると、はい。でこの条文について重要度があ A ですよっていうね、はい。まあこの重要度 A, A というのはまあ A B C のまず三段階ってイメージしていただいて、A、重要度 A は一番重要ということです。ただこうこの後ね進んでいくとわかるんですけども、A の上にさらに W A でさらにトリプル A 度というのが出てきますので、まあ実質五段階という感じですかね。 えー、そして、えーまあ、この一条一項最後に平成19年選択式そして平成27年択一式ということで過去の試験での出題、えー、実績といいますか,、はい、だかこのマークが多くついているということは、えー、過去の試験でもよく問われているみたいなね、はい、そういう話になるわけです。 ただこの過去問、まあ私は過去問マークと呼んでますけれども、この時だと過去問アイコンって呼んでたかな。はい、まあまあ、えー、前世をお、まあ、過去問マーク、過去問アイコンと私は授業の中では言っていきます、はい。過去問マークの方が多いかな。はいえー、でですね、まあこれもお、じゃあ昭和の時代から載ってるかというとそうではなくて、えー、平成もですね、二桁以降ですかね、はい大体、ま、平成13年、平成14年以降ぐらいから。 あじゃないとこのマークついてませんので、まあ、大体、えー、この15年前後の中で出題された、えー、ところについてこのマークを施していると、まあ、いうふうな感じで、えー、うまく学習に役立てましょう。ねだうふ問マークはものすごく多いんだけどもそれ全部卓一でまだ選択式で出題されてないんだったらやっぱり選択式注意しなければいけないなとかですね、はい、そういうふうな感じでイメージするといいと思います。さあ,あそういうふうな感じでテキストの構造を少しずつ慣れていってください。 さあ行きましょう1条1項です、えー、労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない、はいえー、というこの条文これが労働基準法第1条第1項スタートですよね、はいえー、ちなみに平成19年の選択式はこれもちろんあの空欄にされたということですけれども、はいえー、この時に空欄にされたのが人たるに値する生活です、はいえー、が空欄にされたわけですね えでじゃあこの言葉自体非常にどうなんでしょう重要なところが空欄にされたと言えるのかはい非常に重要なところなんですよこれえが空欄にされましたえ何でかというとこの条文の下に「趣旨」ということではいえこの条文が作られた経緯ですねえが書かれているということはいでこの「労働基準法第1条1項」の趣旨というのは日本国憲法25条1 とその趣旨を同じくするものであると書いてありますはい、えー。日本国憲法25条って何なのかこれね生存権を規定した条文なんですねはい、えー。具体的には括弧の中健康で文化的な最低限度の生活、えー、これを営む権利を保障するというふうに書かれているのが憲法25条ですさあもう一回この括弧の中健康で文化的な最低限度の生活生活って言ってますねはい 表現こそ違うけど、まあ、だって労働基準法1条、ね、あの1項はこれ憲法25条1項と首相を同じくするって書いてあるわけだからつまり、えー、この健康で文化的な最低限度の生活と労働基準法1条1項で言ってる人たるに値する生活これはイコールだっていうことを言っているわけです、はい。だから当然第1条1項の中で狙われるべき言葉なんですよね人たるに値する生活狙われるべくして狙われたところそんな感じですね。はい まあただね選択式というのはえ意味があって狙われてるね実際空欄にされたところと何でここ空欄にしたんだろうみたいなねえなんかもう取の意図がよくわからないみたいなえ問題もありますよね、はい、ということだから実際の試験ではまあ,あの意味のあるところだけ狙われるとも限らないんだよねと、えー、いうことはやっぱり知っておく必要はあると思います、はい、もう特に安永法とか何でこの文字を空欄にしたんだろうとかですねやっぱりまあ思うものはありますよねはいということですさあさあえ次に行きましょう第1条第2項です この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるこれマークしておきましょう労働条件の基準は最低のものであるそうですよね労働基準法は労働条件の最低基準を定めているということですよねそれは言ってるに、えー、過ぎないですはい次行きましょう、えー、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない なんていうのは当たり前ことはもとよりってそういうことですねえその向上を図るように努めなければならないとはい、えー。これどういう意味でしょう二行目この基準を理由として労働条件を低下させてはならない はいえーね、例えばほら所定労働時間と、えー、じゃ法定労働時間ってありますけども、えー、労働基準法法定労働時間というのは1日8時間ですよね、えー、休憩時間を除いて8時間を超えて働かせちゃダメと、はい、8時間ですよね、えー。所定労働時間がじゃ例えば7時間の会社があったとして、えーね、じゃあ1時間多く働かせるとねト、えータル8時間とおいうこと。 まあ、じゃあ例えばですね、えー、じゃあその会社の社長さんがですね、えー、まあ法定労働時間で8時間なんだよねうちの会社7時間だよねとだったら、えー、8時間を超えてはならないって書いてあるんだから労働基準法にね、えー、だったらもううちも知れと8時間って書いちゃえばいいんじゃないのみたいなはい。 でもこの法律のこの条文だとおそれダメだよって言ってるわけですよ。この基準を理由として労働条件を低下させるっていうのは要するに労働基準法に最低基準が書かれているのをいいことにその最低基準にまでこう要は条件を下げるみたいなね、まあ、つまり労働者にとってよりこう不利な状況に持っていくみたいな。 それはなしですよと。とね。労働基準法に最低基準があるのをいいことに労働条件を低下させてはなりません。よって言ってるわけなんです。はい、えー、そんなことはもとよりつまり、そんなことはもう当たり前で、その向上を図るように努めなければならない。はい、えー、ということ。だから、労働者にとって不利な状況にするんじゃなくて、むしろ有利な状況ね。どん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 労働者のことを考えていきましょうと。 はいいいっっててうことを最後に言っていますただこの最後に関してはこれはもうさすがに、えー、勤めななななければならない努力義務なんだよね、えー、とといいうことですはい、だからスタンスとしては最低基準を守るのは当たり前、えー、でむしろその上を目指すようにそこは努力義務っていう話はいで今の条件があ非常にいい条件でそれを労働基準法の最低基準に引き下げるなんてことはあってはなりませんって言ってるのが第2項の前半部分なんです。はいということ。 何をその条文では言っているのかっていうのを正しく解釈する必要があるわけなんですね。はい、ちなみにこの1条2項に関してなんですけどもじゃあ労働条件を決めたものから絶対低下しちゃいさせちゃいけないんでしょうか。はい でもこここほらこの基準を理由としてって言ってるわけですから別に労働基準法に最低基準があることをねえ逆手に取ってえそ,こそれをもってその労働条件をただ低下させたいっていうのはダメだけど他に理由があればいいっていう話になるよね。とはただここには書いてないわけです。それがどこに書いてあるかそれは通達に書かれているということはいえですね。 はい、その通達というのが次のページか4ページですね、はい、4ページの2つ目の黒ポチです、はいえー、この基準を理由として、えー、というのは労働基準法に規定があることがその労働条件低下の決定的な理由となっている場合を言うとしたがって他の理由だったらいいわけですよねということそうしたがって社会経済情勢の変動と他に決定的な理由があるのであれば別に一条二項に違反しませんよっていう話です えー、まあ法律に、ね、はそこまで書いてないので通達で補っているっていう感じです。はい。まあねあの労働基準法もそうですし。まあもう他の法律もまあそうなんだけど労働基準法はよりこうなんでしょうね実務でも使えるような通達というのが非常に大きいんですよ。あの数も多いんですよね。はい、えー。っていうのを必ずイメージしておきましょう。その一つ上の通達なんかは一、えー、つ前の年、平成三十年の試験で出題されております。 人たるに値する生活というのは一般の社会通念によって決まるものなんだと。はいえー、ということだから労働者本人だけじゃなくて標準化の家族をも含めて考えるべきだって言ってますね。まあ、これも通達の表現です。はいまあ、ちょっと授業であのごめんなさいね全部触れられるわけではないので、えー、3ページの下の、ね、ところなんかは飛ばそうと思います。ただ過去マーーク2つついてるね。<laughs> はい、3ページの一番下。 まあ、できる限りまあ学問マーク複数ついているところは授業の中では触れていこうとは思うので <laughs>、はいまあ、じゃあここもちょっとしゃべっていきましょう、えーね、労働条件の最低基準を定めているそれが第1条ですけど、はい、第1条2項なんですけどもこの労働条件というのは職場における一切の待遇を言います、はいえー、ですから非常にこの労働条件は広いんだということをイメージしましょうただ雇いで採用についてはこの中から除くんでね含まれないということ。 はい、えー、しっかり押さえておきましょう。さあ次に行きます。えー、第2条です。4ページ四角のに、えー、労働条件の決定。えー、労働者はあ労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものだとありますね。はい。えー、平成19年の選択式やはり出題されてますけども、対等の立場において、えー、これがね空欄にされました。はい。えー、ですね。対等の立場において決定すべきものだと。 わわざわざこのの条文がなぜ入っているのかといるかう話です、はい、その,の当たり前じゃないのかと、はい、労働基準法というのは、ねえー、昭和22年に誕生した法律ですよね、えー、そのまあ時代、えー、大正昭和あその時代というのは決して労働者と使用者対等じゃないよねみたいな。はい えー、だから実際はやっぱりもう明,らかに明らかなる力関係があるわけですよね。はいえー、だからこそお、まあ、ある意味スローガン的にこの第2条でですね,、えー、ね本来はこう対等の立場において決定すべきですよねと、はい、現実そうなってないからこそのこの条文規定だということをしっかりと理解しましょう、はいまあ、でも今でもね,、えー、ね大正昭和の時代だけじゃなく今でもやっぱりそれは労働者と使用者使用者の方が立場って強いものだよね、えー、ということです。 えー、だからこそここそううういい条文があるということですちなみにこの2条とかさっきの1条とかに違反した場合って罰則の対象になるんでしょうか、はいえー、実はですね第1条さっきちょっと私飛ばしちゃったんだけど、えー、3ページ三ページのところの中括弧1番これをあの本文と私は読んでますけども、えーね、このページはほら条文がから始まってその下に趣旨があってで本文。 条文で見ないときは、この本文で授業を進めていったりもしますので、まあ、頭に留めておいてください。はいえー、で、この本文ですけれども、本文の3行目、えー、ただし、訓示的規定であり、罰則の適用はないってありますよね、つまり一条違反は罰則の適用がない、二条もそうなんです、はい、第二条も二条違反にも罰則はないんです。はいえー、というのも頭に留めておいてください。あ、これ、次のページに書いてあるかな、5ページ。 5ページの過去問例題、えー、ですね過去問例題の3つ目、えー、ですね労働者被使用者には云々感の、はい、罰則は設けられている丸か罰かで罰というです、ね、問題が、まあ、平成7年、ちょっとだいぶ前ですけれども昔にこう出されたことがあると、えー、そういうことです。 1条や2条の規定というのはそもそも訓示的な規定だということで、えー、まあその法律の、うん、まあこう条文規定という、まあ、まあなんだけども訓示的なものなんだと、はいえー、だからあまあちょっと若干ふわっとしてるというところもあるわけですよね。えー、何をもって法違反なのかのジャッジが具体的にちょっとなかなか難しいというのもあるので、えー、罰則の対象ではないということ。 まあ、労労働働基準法法は労働者者をを保護し使用者を取り締まる法律ですはいですから、えー、取り締まる法律なので罰則規定が備わってる条文の方が多いですよね圧倒的に、えー、ですけどもお、まあ、こういう1条2条は、えー、訓示的な規定罰則の対象ではないんですはいさあ,あ第2条おですけどもはい4ページ、えー、まあまあ2条の2項のところですけども まあ皆さんはご存知ですよね、えー、このテキストにこのあと労働協約就業規則労働まあ個々の労働契約、はいえー、こういった言葉がまあまあちょいちょい出てくるわけですけど、はい、それぞれえが何なのか、はい、例えばの労働協約というのは労働組合がないえ会社には概念として存在しないものですよね、えー、下の括弧1労働組合とおいわゆる会社側とのお合意協約うそれをお労働協約って言いますよね はいとかとか、あと就業規則はいわゆる職場のルールですけどもおっていう、ねまあ、話、まあ、ちなみに就業規則に関しては、えー、このあとテキストの第10章かな、えー、で改めてえやりたいと思います。第10章ですからまあ4回目の最後の、ねえー、授業のところで出てくるということです。はい、えー、そんなところでしょうか これ終了はい次6ページいきましょう第2節平等原則です。